謎のレクチャーマンからこのドローンの操縦の仕方を教えてもらう甲斐ひろみ。さあ飛ばせるのか。ちょっと一旦飛ばした状態から始めましょう。はい、ちょっと飛ばすので、プロペラが動き出した。偵察用ドローンが今天高く飛び上がろうとしています。さあ帰る時にプロポコントローラーが落とされた。帰る時の操縦によって今ドローンが動いています。前後左右上昇下降全ての動きをカエヒロミがコントロールしています。余談ですが謎のレクチャーマン上半身の筋性が取れています。ドローンの動きは順調。余談ですが謎のレクチャーマン上半身裸になる必要は全くありません。おー、回転した。バッチリのお墨付きをもらった。ドローンの動きが安定している。さあただこれから着陸という難しい難題があります。どうだ。着陸しました。この一区に関しては着陸できたかはあなた次第です。